ザッツ・ペラーディス、ザッツ・パラダイスは2011年にセガから出たマスメダルゲーム、メダルバンクとの連動が可能である。席は全4サテライト。筐体のテーブル型のメインモニター部分は進め、スゴロケッツと同じものを使用。部品調達難に伴い2019年2月28日をもって修理サポートが終了した。 三つのダイスの目を当てるメダルゲーム。抽選機構はダイスを風で吹き上げて落とす形式となっており、キャッチフレーズは完全、ガチ抽選。プレイヤーはダイスレバーを使い、画面上のカーソルで任意の箇所にベッドを行う。掛け方は四種類。シングルダイスの目を当てる掛け方。一つでも出ると的中となる。ハイロー三つのダイスの目が、 合計11以上過重以下を当てる掛け方。3ダイストータル3つのダイスの目の合計を当てる掛け方。トリプル3つすべて同じ目であれば、的中となる掛け方。的中したベッドの倍率がそのまま、ポイントとなり残りポイントが0になると、通常ゲームとは別のボーナスゲーム、ビンゴタイムに突入する。ビンゴのマスは左上1の目、中が右の目、右上3の目。 左中ロー、中央数字、宇宙ハイ、左下4の目、中下5の目、右下6の目となっている。このうち必ず1箇所はフリースポットとなり、最初から有効となる。3ゲームを行い、終了した時点で成立したライン数に応じた配当があり8ライン揃うと JP になる。JP はランクとして、ペラーディス、メガ、ビッグ、ミニがあり、それぞれ配当が異なる。 別途することで、ゲージが溜まり、溜まると一つ上のランクになる。弊社製品保守対応の終了について、セガインタラクティブ、セガロジスティックスサービス2018年4月、ありがとうございます。